時はその君がやってることがいかに素晴らしいのかっていうのはやっぱちゃんと気づかせますね。こんにちは、キサルです。ガマーショーです。中さん、今日もよろしくお願いします。今回コロさん結構実用的なお話を、はい、商品の価格設定完全版、イエーイ、よいしょ、ありがとうございます。はい、キサルさんもショーさんもいろんな商品を販売に出されたりしてると思うんですけども、ね、その時の価格設定ってどうやってやってるんだろう、お二人のこの値段の決め方っていうのをお伝えいただいて、価格設定でどうしたらいいですかっていう質問ってね、やっぱ必ず聞かれるんですよ。でそれに対しての回答っていうのは明確にあるんですけど、結果として後々ちゃんとした適正値が出てくるっていうような言い方にどうしてもなっちゃうんですよね、うんうん、それを今回ですね、張さんに教えてもらって、その考え方で合ってるのか、うん、今回僕だけじゃなくてね、ちょっとみんなで勉強しましょう。はい、はい、よろしかったら概要欄の方に北原貴彦公式 LINE があります。友達になってやっていただくと有料無料問わずにですね、勉強会のご案内っていうのをさせてもらってますので、ご縁があったら一緒に勉強しましょう。あと、うん、今日の価格設定をバチコーンと話してくれる翔さんの YouTube チャンネルも概要欄の方に貼ってありますので、合わせて見てみてください。ということでコロさん、価格設定みんなで勉強しちゃってよろしいですか。勉強しちゃってください。はい、ありがとうございます。気持ち悪い。僕は好きよ。じゃあちょっと行きましょうか、はい、まず僕の考え方、お願いします、お願いします。基本的にその価格設定っていうのは、うん、市場に対してリサーチをして、見たような商品を扱ってる人に対しての、うん、その方のその売り方に対しての上なのか下なのか、サービスが優れているのか、もうちょっとこうライトな状態にしてあるのかっていう照らし合わせと、うん、自分自身の販売セールス力と、どういうようなアップセルにするのかしないのかっていう適正なものを置きに行けっていう考え方なんですよね、うんうん、だから価格っていうのは上がる分には変わってってもいいと、うん、だからフロントでどういうような販売の仕方をしたらいいのかっていうのを、販売しながら適正価格っていうのを徐々に徐々に置きに行きなさいっていうような考え方なんですよね、うんうんうん、なので僕は美容室のフランチャイズの加盟金に関して最初僕0円でやってたんですよね。でその後50万円にして、その後100万円にして、その後150万円にして、最終的に250万円にしたんですよね、うんうんうん、だから販売力だったりだとか、市場の受け入れ具合だとか、認知力に合わせて値段を徐々に徐々に価格値とともに上げさせてもらったっていうのがあります。一発で適正値出さなくてもいいんじゃないのかっていうことが僕の中での考え方の一つですね、うんうんうん、では翔さん答えを今日ちょうどあったの、それこそ教えてください。値段で言うと、はい、どんなサービスかっていうと、大家さんを集めてるマッチングサイト、はい、今大家さんの会員が無料登録の会員で1500人ぐらいいんねんけど、でもセミナーとかを打つと、うん、まあ、200人ぐらい普通に来る。マネタイズどこでしてんのって聞いたら、企業から協賛金をもらってます。なるほどね。企業は何をするのって言ったら、セミナーの時に登壇もできて、え、マジで？そう、登壇もできて、でしかも、メルマガとか LINE とかでその告知もできて、え、年間でしょ？年間。え、普通に安く見積もって1000万ぐらいでしょって思うじゃないですか、うん、その人ね、協賛金で年間12万しか出てない。え、なんでそんなことやってんのってなるやん。これやん、完全に。何してんのだよ。そう、何してんのみたいな。でも、え、普通に100人200人集められるんでしょと、うんうん、まあ、集まります。しかもリアルで集まります、うん、どうやってじゃあこの値決めとかしたらいいんですかとか言うから、そもそもやけど、じゃあ大家をね、そもそもじゃあ集めようと思ったら、一人当たりどれくらいかかると思ってんのか。広告に言ったら無料のセミナーでも5万かかるわけよ、一人当たり着席させるのに。あ、着席ベース10万。じゃあ1リスト5万ぐらいで、そういうこと、1リスト5万ぐらいかかるわけよね。じゃあ普通に考えたら、毎回毎回100人イベントに来場してますってなったら、来場ベース10万ぐらいやから、そもそもこの1回のイベントで1000万ぐらいの価値があるの。これが分かってないから、わけのわからん、その協賛金12万、しかも成功報酬なしの意味不明なプランでやってるから、さ、儲かるわけないやん。すごくボランティアな、ボランティアな。でも素晴らしいじゃないですか、活動自体。素晴らしいですね。しかも大家をそんだけ抱えてるってなったら、素晴らしい。まあ、今みたいなパターンで言ったら、まずやっぱ広告のその適正値、うんうん、まあ、平均的な獲得単価を出していって、じゃあどれくらい集客力があって、どれくらいのリスの教育度合いとかを出していった時に、じゃあ普通にこれぐらいとお金取れるよねっていうラインがやっぱ見えてくるから、だからそういう意味で出していくと価格設定はできるよねっていう。翔さんに質問、はい、今の場合の適正価格、うん、これぐらいちゃうっていう翔さんの今の方に関しては、いくらぐらいが翔さんのところでは妥当だと思ったんですか。ね、そうやったらもう各イベントごとで、毎回のイベントでやっぱもらうんですけど、はい、でもやっぱりさっき言ったように10万じゃないですか、はい、1人当たりね、はい、100人集まるって1000万ぐらい価値があるわけですよ、うん、はい、でもじゃあ100人の中で登壇をして何か商品を取った時に、まあ、おそらく言ってたら100人全部取れないわけですよ、はい、まあ、多分やけど、大体登壇すると、僕らはよく数字取りましたけど 30% から 50% ぐらいですね、うん、リスト獲得ベースで。なるほど。ってなったら、まあ、100人のイベントは30人から50人ぐらいはまあリストがもらえる。ってなったら、まあ、言うたら5
500万ぐらいの価値あるじゃないですか、はい、もし50取れたらね、はい、だからまず一発の単発のイベントで100から200万ぐらいだと取れるんじゃない、うん、今の話ができれば100万ですよって言ったら安いですねってなるはずやし、なります、ね、200って言っても適正ですねってなるし、はい、っていうだからこれがまず分かってないとそもそも営業もできるんでしょっていう。ただ生徒さんからすると、うん、確かにそうですねと、うん、その値段ちょっと怖くて言えないですと、人がないですとっていう時っていうのはどうしたらいいんですか。いやもうそれぐらいだった時はもうえっていう。これねはいということですねこれね、まあ、冗談やけど、はい、そういう時はその君がやってることがいかに素晴らしいのかっていうのはやっぱちゃんと気づかせますね。だって普通に考えてみと、はい、広告って不動産系を集めるのにどんだけ大変か、はい、1リストあたりこれぐらいの価値で、うん、かつそこに対してじゃあセールスかけたらこれぐらいのリターン出るでしょ、だからいくらなんだっていう知識とやっぱこれをちゃんと伝える能力だよね。だってこれは話を教えんとリスの価値が分かってるやつかどうか分からへん、うんうん、そうですね。だから大体不動産でしょみたいな言うて1リスト大体5万ぐらいかかるじゃないですかって言って、そこであそうっすよねって言ってくれれば勝つわけ。そうか、そこで同意を取ってるからね。そうそうそう、やっぱ共通言語を持つ人間はちゃんと相手にするっていう、そう、それめっちゃ大事。じゃあそれを教育するってなった時にどれくらいの期間かけます？もしセミナーが打てんのやったら、はい、セミナー一発終わりますけど、協賛を募るってなったら協賛用のセミナーを一発、うん、そうですそうですよね、うん、なるほどな。でそのセミナーって翔さんってどれくらいの時間で組むんですか？2時間ぐらいです。あ、やっぱちゃんとやるわ、うん、いかにブーススポンサーがいいかみたいな。だから多分売り上げだけじゃなくてリストこれくらいだけじゃなくてブランドもこういう風に使ってみたいな、この公式スポンサーっていうこれをもうこういう風に使っていきながら全部展開で作って、でそのスポンサーを集めるっていう風になった時に翔さんは大体どれぐらいの人数でやるんですか？説明会で。説明会で20人ぐらい。いや絞るね、絞る絞る。例えば20人に翔さんがガチセールスかけたら、うん、20人中何人ぐらいが面談っていうかその希望を上げてくるの？面談自体はぶっちぎると80ぐらい。すごいね。何かというとやっぱお金ない人もいるじゃないですか、はい、言うてじゃあ300万でって言って、いやさすがに300はみたいな人も中に混じっちゃうんですよ、まあ、広告で集めるからってなったら、それをちゃんと潰しておくために複数で出してもいいよっていうのもちゃんと入れておくんですよ、シーンで。で面談だけ来てくれりゃとりあえずそのこっちで割り振りやってあげることも可能やねんみたいな。とりあえず面談だけ来るんだよ。なるほどね、価格調整をしてやるの。あ、そうそうそう。 あとはでもさっきの話で言ったら、うん、受講生がそのなんていうの、いやそれはちょっと僕嫌ですみたいな、うんうん、パターン。マジで思うのがそういう同じような商品とかサービスを扱ってて、めちゃくちゃ高い商品を一回リサーチしてみた、うん、そしたら意外にえこんなゴミくずみたいな商品でこんな高いんですかっていうのが絶対あるから。そうすると自分のやってることに自信が出てくる。え俺がやってることって実はこれぐらいの価値があるんじゃないっていうっていうこれが分かってくるから、ね、同業者で似たようなジャンルのやつをしっかり見ろと、うん、まずはそうそこだね。やっぱりね、翔さんのその商品に対しての愛がすごいんよいつも。まあそうやね。そう、俺の商品って絶対いいから、うん、いや売ってあげないと目の前の人がかわいそう前提なんですよ、ね、その人を助けるために売ったらんとっていう前提で来るから、うん、これすごいよね。ここまで思えんもん、うん、まあ、俺もともとやっぱプロデュースをずっとしてたから自分の商品がなかったじゃないですか、うん、ものずっと人のやつをやってて、やっぱり中にはこれ誰が使うんっていう商品もあるんですよ。でそういうのをいろんな側面で見ていって、でもねやっぱ自信あったのは、最悪これを買ってくれたとしてそいつが結果出なかったとしても俺がどうにかフィックスできるっていう自信があったんですよ。俺もとりあえず本当に今どんな状況でも、うん、美容室のその経営が赤字だったらとりあえず来いと、うん、来てくれば黒字にしてやるからっていうのは思ってたし、うん、で本当に積んでる美容室に関しては無理だった、うん、もう家賃が150とかって、はい、どうあがいても無理ないよ、うん、だけどそういうような設定がなんとかなるものだったら来てくれればこっちの力で無理やりでも売り上げ上げたるからっていうのはね、やっぱあるから、それ大事だよね。僕これね、うちのビジネススクールのメンバーにも言ってるけど、やっぱ実力つけて辻褄を合わせる力をつけろっていう。そうやね、そう、あ、私一応いい、お前それで自分が一応このやつ絶対できると思って最終自分がケツ吹けんだったら一応もいいわけだから。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。概要欄の方にですね、北原孝彦公式 LINE をご案内させていただいております。よろしかったら一緒に勉強していきましょう。友達になってやってください。あとですね、翔さんのチャンネルも概要欄にご案内させてもらってますので一緒に見てやってください。よろしかったらチャンネル登録の方と高評価の方ですね、ぜひぜひよろしくお願いします。今回もありがとうございました。またよろしく。